進化の存在証明は2009年に刊行されたイギリスの生物学者リチャード・ドーキンスの著書である。生物の進化を支持する証拠をまとめたもので人の祖先を生命の起源までたどった祖先の物語、宗教を批判したベストセラー、神は妄想であるに次ぐドーキンスの10冊目の著書である。本書は進化の 理論と呼ばれているものが実際に事実、科学における他のいかなるものにも劣らず明白な事実である証拠をまとめた私の個人的な要約である。リチャード・ドーキンス、法約 P41 ドーキンスがこの著作に取り掛かったのはオックスフォード大学科学的精神普及のための寄付講座教授を退職する数ヶ月であり、仕上げたのは退職後である。彼は、 進化についての本をすでにいくつも書いていた。最初の著作である、利己的な遺伝子、延長された表現型に加え、進化にまつわる、よくある誤解を正すことを目的としたものが3冊ある。また彼のドキュメンタリーシリーズ、チャールズ・ダーウィンの才能は、チャールズ・ダーウィンの生涯と、いくつかの進化の証拠を扱ったものである。しかし彼は、 進化の証拠に包括的に取り組んではおらず、そのことをミッシングリンクに例えている。進化論の証拠は圧倒的でしかも増え続けているにもかかわらず、彼はこの本の執筆時、進化への反対がかつてないほど強まっていると感じていた。また彼は、ダーウィンの生誕後200年かつその著書、主の起源』刊行後150年にあたる2009年は、 この仕事をするのにうってつけだと考えた。同様にこの年に合わせて出版された類似の著作には、ドーキンスも強く推薦している、ジェリーコインの進化のなぜを解明するなどがある。本書は、ドーキンスの技術アシスタントで、ウェブデザイナーのジョシュ・ティモネンに捧げられている。ドーキンスの著作権代理人、ジョン・ブロックマンが出版社に提案した際には、 理論でしかないという課題が付けられていた。しかしこの名前はアメリカの生物学者ケネス・レーモンド・ミラーのドーバー裁判に関する著作に使われていた。そこでこの案は創造論者による恣意的な歪曲引用を防ぐための予防措置として、を付けた上で一章の表題となった。最終的な署名の由来となったのはドーキンスがある匿名の支持者から送られた。 t シャツに書かれた文字である。それは、進化、地上最大の章、唯一の選択肢というスローガンで、彼は、進化について講演するときに時々この t シャツを着ていて、ふとこの本にぴったりの言葉だと気づいた。ただしそのまま扱うのには長すぎたので、ザグレ g r e a t e ナースが署名となった。砲訳では、直訳の地上最大の章では、日本人には、 映画のイメージが強すぎるという判断から、副題のエビデンス・フォー・エボリューションをもとに、進化の存在証明となった。空を飛べないガラパゴス・コバネウの痕跡的な翼は、本書で議論される事例の一つである。本書は13章と、歴史否定論者と題された付録からなっている。理論でしかない 犬氏キャベツ耐震化に至る陥落の道沈黙と、悠久の時私たちのすぐ目の前で失われた、勘だって失われたとはどういう意味なのか失われた人だってもはや失われてなどいないあなたはそれを9ヶ月で、やり遂げたのです。表題は JBS ホールデンの言葉より、発生生物学について、大陸という箱舟類園の系統樹私たちの至る、 ところに記された歴史軍拡競争と進化的新議論この生命観には壮大なものがある本書は肯定的な評価を受けているアンジャナ・アフージャーはタイムズ史上で進化の証拠に関するドーキンスの説明は素晴らしく明快で説得力があると書いた彼女は創造論の拡大におけるイスラームの役割を過大評価していること及び彼の書き方では 進化を信じないものを説得することはできないだろうということの2点を批判しているが、それらは難癖に過ぎず、本書は全ての読者に進められるとしている。エコノミスト誌も肯定的な書評を掲載し、ドーキンスの書き方は説得的であると褒め、その教育的価値を賞賛した。マーク・フィッシャーはリスト市上でドーキンスを 説得力のある伝達者と呼び、本書は啓発的であると述べ、本書全体にわたってユーモラスな逸話が使われているのを高く評価した。サンデーテレグラフは本書を今週の一冊に選び、ドーキンスを科学的明快さと基地の達人と呼ぶサイモン・イングスの書評を掲載した。イングスは、ドーキンスの創造性が怒りのせいでいくらか妨げられていると感じたものの、 本書は魅力的で直感的であると称賛し、このテーマ全体への永遠の功績になると結論した。日本では、ジャーナリスト松本仁一が朝日新聞での書評において、本書を新科学の第一人者である著者が豊富な知識とデータを駆使して書き上げたものと評価し、一部の宗教指導者がいかに不勉強で、 進化論に言われない悪意を持っていることかと嘆いた。ニューヨークタイムズの書評者、ニコラス・ウェードは、本を全体としては、評価しつつも、ドーキンスが進化は否定できない事実として扱えると、断定していることを批判し、進化を事実だとするドーキンスの主張は、彼を、その反対者と同じように特段的にして、しまっていると主張した。さらに、 彼の反対者を歴史否定論者、無知よりも悪い、つむじ曲がりとも言えるほどに欺かれていると呼ぶのは科学的な言葉でも礼儀にかなった言葉でもないと述べた。ウェードはドーキンスも彼に反対する創造論者も間違っていると考えている。その後、ウェードの書評を批判する2通の書簡がニューヨークタイムズに寄せられた。一つはダニエル・デネットによるもので、 想像論は、地球が平らだとする信念と、同程度の尊重にしか値しないと主張した。二つ目は、フィリップ・キッチャーからのもので、進化などの科学的発見は、事実とみなせるほどに強く支持されていると主張した。想像論者でありもの理科学者のジョナサン・サルファーティは、本書の内容を一章ずつ批判することを目的とした、本を表した。署名も、 本書をパロディにしたもので、ザ・グレイテスとホークス・オン・アース、リフューティング、ドーキンス・オン、エボリューションとなっている。翻訳の書紙情報を示す。ありがとうございます。